はい、ゲームコレクターの崎館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、ダンジョン RPG ピクダン2に挑戦していこうと思います。ということで、今回はいくつだっけ、ダンジョン RPG ピクダン2はね、僕が昔開発にかかったタイトルで、これをね、まあ順番にクリアしていく、まあ僕の脳トレ企画なんですけど、まあもう僕がね、昔自分で謎を入れたから自分で覚えてるかどうか確認しながらプレイをしてるという。あれ、こいつ初めて見るな。ということでね、まあ挑戦はしてるんですけども、今のところね、ちょっと前回、先週ね、フロア42をクリアした際に、フロア42の、壁に何か書かれている。見えないけど床に何かある。何か出てきたら、この無知で無知をお見合いにしてやれば、それはいいんだけど、まずフレンドシップ寄り合い所を見つけることかな。でもフロア42のね、自分でもうクリア、全部クリアしたんだけど、その時のプレイ動画が撮れてないっていうね、自分が喋ってる方の動画はバッチリ撮れてたんだけど、ゲームの画面の方が録画ちゃんとできてなかったんで、そこのところをね、ちゃんとこうやってクリアしたんだよっていうのを証拠をね、撮りたいなぁと思っているんですけども、フロア42に戻るためには、フロア45に行かなきゃいけないんですよ。めんどくさいことね。で、ということでね、なんだけど、このフロアがすごいめんどくさそうなんだよな。これすごいめんどくさいような気がするんだよな。見えないけど床に何かある。いや、見えないけど床に何かあるって何なんだろう。あ、戻される。あ、こういうことか。こういうことか。そういうことか。要は、前のストアとかでもね、なんか床が一方方向に進行方向が決まってる床っていうのがあって、それが、まあ、配置されてるんですけど、まあ、それはね、プログラム上は表示させなきゃいけないんだけども、スクリプトの方で表示をバチッと切って、絵の出ない床っていうのをこう作り上げてるんですよね。うん、なんかそういう、まあ正直用意してもらえばいいじゃんっていう話なんだけど、なんか勝手にそういうのを作って、プログラマーさん泣かせなね、ギミックを。これワープしてんだよな、いつの間にか。まあそういうね、ことを当時やってました。はい。正直ね、なんかこう、動画の編集とかもね、同じなんですけど、やっぱりこう、そこにある機能を使ってね、何をするかっていうのが、問題、ポイントになるんでね。というか、この動画に関しては特に何のひねりも、ほとんどひねり入れてないんだけど、他の人も同じように編集作業してるかどうかわかんないけど、自分なりにね、使いこなすって感じで、いつも動画を配信させていただいてるんですけど、ともかく、あれ、フレンドシップ寄り合い所行かなくて大丈夫なのかな、これ。ちょっとそこが嫌なんだよね、今。いや、次のフロアに行く道がもうすぐにあれば行っちゃうんだけど。フレンドシップ寄り合い所がないんだよな。あ、やべ、なんかこれ。あ、ここに戻されるのか。これなんだ、この絵柄。というか、なんかすごいめんどくさそう。これなんだ？ていうか、フレンドシップ寄り合い所どこよ？ないのかな？いや、そんなことあったっけ？今日の目標はレベル上げることぐらいにしとくか。
ここも落とされるのか。これがこういっちゃうから先に進めないのか。こっちはじゃあ何だろうな、絵柄が分かんねえんだよな。そういえば以前のあの TLC って出てきて、これ門番って出てきて、これなんだ、あの絵柄なんだって言った面、あれ多分モンブランだったんですね。まあモンブランだから、ああ、門番でそうやってネタ作ったのか、自分っていうね、ことに、ね、今更ながら気づいてね、こう、驚愕してるわけです。あ、数形があるかと思ったら、取れないのか、あれ。あ、これで取れんのか。随分ややこしいなぁ。あ、そういうことか。ってことは、こうやって入るしかないのか。あいつ待って、こっち側にはいいんだけど、ここになんかまだあるな。まあ、とりあえず行けるだけ行こっか。これなんだ、この絵柄。ていうか、フレンドスって寄り合い場がない。マジでこれ。このフロアないの？嘘だろ。こんなすぐに行けないところにあるってこと？あ、行けないのか。なるほど、右に行けないのか、今のところは。あそこに強制移動の床があるのか。あったー、僕が何かありそうだから一緒に来てくんな、いいよ。ということでね、まあ別に今回は普通にクリアしちゃってフロア45に行くのか、これちょっと横切りできないかな。あ、でもこの時間帯でね、フロア40に戻るのはちょうどいいかもしれないんだよね。いや、フロア45に進みたいな。ややこしいっていうか、どこにあるんだろうね。あ、こっちに繋がった。いろいろ繋がるぞ、これ。あ、待て待て待て。危ない。あ、本当に間に合わなかった。鈍いな。行けないのか、まあ、ちょっとめんどくさいな、これ。まあ、これ、踏破するぐらいまで行けるかな。
なかなか、なかなかめんどくさいな、バトルが。で、ここから。なんか来た。上とか下とか。とかって何を？上とか下とか。これなんだ？これ。上とか下とか。まあいいや、後回し。このフロアでもね、すぐ上の階に、下の階か、フロア下がれるんだったら、おお、危ない。下がれるんだったら下がるよね。後で挑戦でもいいよね。あれ、全然これ、下の方だな。これ下の方どうやって行くんだこれ。あれそういうことか、めんどくさい。階段がどこにあるかわかんないんだよな、今のところ。多分、下の方に、マップ、南の方にね、結構まだ進めていない場所がありそうなんですよね。ここら辺。ここら辺。どうもなぁ。あと一歩だよ。どこだ。っていうかもう階段だよな、これ。どこにあんのこれ。マジか。これもまた前回のフロア、カレーと同じようにこう、謎解かないと開かせてくれないぞパターンかな。めんどくさいなぁ、これ。なんだ、もう少しこう、すんなりいろいろできそうな気がしたんだけど、そんなことはなかった。どこだ？あるじゃん。あった。ちょっと待って、これ謎を解いてないけど、とりあえずあれだ、フロア42に戻ろう。フロア42に戻ろう。これはパスタかなんかかな。じゃあフロア44は今、色がつかなかったから、また44って言ったら謎解きやりますよ。で、そうじゃなくて、あれでも毎回入り口付近にあった気がしたんだけどなぁ。あれ？ないの？嘘。この倍数フロアなのにエレベーターがすぐのとこにないの？マジ？マジっすか？マジ？あった。よし。これでフロア、あれ？今ここです。43、42。フロア42。はい。フロア42。よし、フロア42をちょっと、さささっとやってしまいましょう。行こう。でも、もう一回ね、なんかこう、再現的にこう、やれればいいな、というところなんですけど、まあいいや、これまずね、上向き。
と今日は行けるだけね。開いて次回っていうか 1週分ぐらいに開くのが嫌なんだけど、まあとりあえずね、あれに何が書かれている、ワープするときはどっち向いたっていうことで、ね、どっちを向いてワープに入るのかかっていうのがポイントなんですよ。これ今日取れてなかったら最悪だなって思ってみた。大丈夫かな、まあいいや、なんとかなるでしょ。お、今上向きで入ったね。だから上向きで入るとっていうか、ここに入るときにもやっぱり上向きとかの条件はいろいろあるんだけど、だから飲まなくてよかったな。まあいいや、はい、で、とりあえずね、こう次回のためにできるだけこういろんな場所を踏んどく。上で入ったでしょ。上で入るとあそこに行くわけですよね。でも今上入る必要ないんだね。次は右に向いたらそっちがあるでしょ。でまあとりあえずここで上向きで入りましょう。あれ、ここさっき言ったとこじゃん。だからこれ左向きで入りましょう。でこれで、あれ下向きで入っちゃった。結構めんどくさいな。もう少し踏んどきたいな。で、あとなんだこれ。左行ったら下か。今上向きで入る。まあいいや、とりあえず踏めるだけ踏んで。わー。やべ、うんで、あ、レベル上がった。よっしゃ、レベル上がった。あれ？こっちか。なるほど。じゃあどうしようかな。これは上向きで入って下向きで入る。関係なかったか。じゃあ今度は上向きのここを逆向きで入る。ここには影響しないなぁ。いやー、参ったなぁ。そういうことで、まあ、ここでセーブしときましょう。ややこしいけども、とりあえずフロア40に戻ったんで、フロア42をクリアしたよっていう映像をね、次回は撮れればいいんですけど、次回また撮れなかったら悲劇なんでね、とりあえず、まあ、撮れなかったら撮れなかったでしょうがないんですけども、まあ、そんな感じでね、もう一回フロア42に挑戦することになると思います。ということで、この動画が良かったと思う方は、グッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。